はい、では、東西南北決定戦第1試合、連盟ルールの、実況解説を行っていきたいと思います。年春が務めます。よろしくお願いします。さあ始まりました。とんちゃにぜんさん、なんちゃに姫さん、シャーちゃに、アキハン、ペイちゃにセイの並びでスタートです。さあ一人でちょっと実況、解説みたいなって初めてなんで、ちょっとすごいだいぶ今テンパってますけども、なんとか頑張ります。さあ手牌はお、なんの姫さんいいですね。秋葉は、お、秋葉もでも悪くない。ちょっと3色が見える手配。さあ、連盟ルールは結構多分、いつも、M リーグルールで打ち慣れてる方が多いと思うんですが、なかなか、こう、リーチ、一発裏なしのルールっていうのが、まあ、なかなか多分やる機会がないと思うので、まあ、ちょっとどんな展開になるかすごい楽しみですね。さあ、ベイチャのセイさんが、プロで、いつもちょっと2人でやるんで、なかなか1人でこう喋るって何喋っていいかなっていうところはあるんですけど、難しいな。さあでも多分今日来ていただいたこの姫さんは、僕もまだちょっと今日初めてお会いしたんですけど、対局者全員多分初対局に姫さんとですね、なるとは思うので、さあどんな対局になるかっていう感じですね。お、姫さんがいいパワーに引きましたね。それを、前さんが封をして、さあどうなるか。姫さんが、お、数案を注意しました。秋葉は、3人風呂が入ってるんでちょっと難しいですね、なかなか。さあ、姫さんがスッチーピンで買ってますね。前さんはイーシャンテン、虎の9ピンが、虎のキューピンが全然見えてない。あー、ここに1枚、じゃあセイさんに1枚、ゼンさんも欲しいところ。お、今日はいいピン引いた。あ、ここで、親のゼンさんが張りました。ペイちゃんのセイさんの三蔵打ち、あーっと親のゼンさんがキューピンドラを引き入れましたね。ここで姫さんは、お、三ピン切って、のべたの形のまましました。あー、うん、親のゼンさんのつま、上がり高津のみの500オールかな。あ、すみません、初ドラ1、1000オールですね。1000オールの上がりとなりました。続き、ゼンさんの親と、ん、あ、進んでんのか、すみません失礼しました。ちょっと時間が先に進んでるんで、今が、シャーチャの、アキハンが親ですね。すみません大変失礼しました。さあ手配はどうでしょうか。
らの空き班はあまり良くないというか結構悪い、難しいですね。さあ、ペイチャセイさんは結構いいですね。あれ前さんが789が見えるイシャンテン、これめちゃめちゃいいですね。あ、ここもでも姫さんも悪くない。さあ、姫さんと前さんがぶつかるか。でも圧倒的になんか前さんがいいように見えます。セイさんももう一歩かなっていうところですかね。前さんはゼガヒでもパーピンが欲しい、ドラのパーピンですかね、が欲しい。さあ、お、オキハンがドラドラになりました。あ、これ頑張りたい。ゼンさんが、あ、これでちょっとまた良くなった感じですね。でも何としてもなんか3色やっぱつけたいんだなって格好になってますね。さあ、ドラドラあるけどなかなか親のアキアンが進みません。お、あ、微妙。まあまあでも、採用ですね。断面になったんでゼンさんがこれで、かなりいい形になりました。もうドラ引ければ最高って感じですかね。さあ、他の方はどうでしょうか。嘘はいらない。姫さんも、みんな打牌が早い。なかなかちょっと解説実況がこう追いつかない、ところはありますね。なかなか進みません。さあ、ここも前さんもここからまあなかなかちょっと形が、難しい形ではあるんですが、なかなか思うように進んでくれない。さあ、この対局どうなるか。お、イースピンいた。これはリーチだ。イースピン引きました、セイさん。いや、3番手ぐらいって思ってたらなんかあっという間に1番手でリーチ。ああ、すごいパピン引いた。これはすごいパピンを引きました。さあ、どうする。これはぶつけたい。ぶつける。お、玉でかな。お、基本もローワン引いて4万。さあ、どうする。あ、難しい難しい。でもこれ降りたくない。おー、9万。三色を崩していきました。さあ、急走。セイさんはスッチーソーマッチかな。ヒメさんはチュンとイツ落とし。アキハンもちょっとやっぱスピード的にかなり苦しい。まあ、さあ、あとはこのゼンさんがどこまで頑張れるかっていうところでしょうか。ドラも1個持ってるんで、なんとか。お、お、お、姫さんが追いつきましたね。追いつきました。リャンピンと言いそう。でもリャンピン切る。まあまあそうですよね。ちょっと待ちが厳しいですもんね。セイさんが焦っちいそう。さあ、どうなる。姫さんも、あれ、お、まだ復活。復活ありますね。まあ、秋半はもう、ちょっと、この曲はなかなか難しいんで、まあ、親と家とちょっと降りて耐えるでしょう。さあ、前さんどうする。9-1切ってるけど、ツーワンを押したのかな。ツーワン。さあ、セイさんの欲しいスチーソーは、あ、結構アキハンが2枚乗ってて、
他にも水槽が1枚おお引いた引きました。水産がリーズモイペーコーですね。うん、いい上がり。これで水産がトップ目に立ちました。次はそのセイさんの親ですかね。セイさんはあんまり良くない。ここがめちゃめちゃいい。前さんがめちゃめちゃいいです。あとは姫さん、姫さんはうーん良くない。あ、お、アキャンチャンス、アキャンチャンス、トンチュン泣きたい。そしてそのチュンが見える。あーでもあここは前さんが早い、前さんが早い。お、姫さんが白を、あこれトンが、あ秋葉もちもちか。あーでもセイさんがドラドラなんだ。なんかこれ面白い、結構ぶつかりそうな局面ですね。セイさんがシャアを鳴いてきました。さあ姫さんはトンが鳴きたいけど、アキハンさんと、アキハンと3つけたら怒られますね。アキハンともちもちでなかなかちょっとこれ難しいですね。そしてゼンさんがイシャンテン、ただドラがないんでちょっとリーチは微妙かなっていうところでしょうか。さあドラ持ってるセイさん仕掛けてますけど、これは頑張りたい。姫さんはうん形が、他の形がちょっとトーン以外の形がなかなか難しいですね。おでセイさんがペイを仕掛けてきました。ドラですね。さあそれに対して周りはどうするか、なかなかちょっとこの仕掛けは特にこのルールで、ドラさんの確定は怖いですね。さあここで、お、一通の肩上がり。あーでもローアンで、上がれる形で前さんが仕掛けていきました。さあどうなるか。一人でずっと喋って難しいですね、ほんと。なんか初めてやるんですけど。さあ、ティハンこれどうするか。そうですね、まあドラも空きが入ってるだけに、自分がも、お、ここでうまい。これはうまい。ゼンさんが1通のみ、で上がりました。300、500の上がりですね。これで、トップ目が入れ替わったかな、入れ替わってなかったです、すいません。セイさんが、以前トップのまま、で、ゼンさんとかなり競ってる状況ですね。さあ、お、あっという間にナンバーに入りました。さあ、あと一周どうなるか。ゼンさんは、まあ、まずまず、お、姫さん結構良さそう。なんか3色、単品系が、単品3色がなんか狙えそうな手格好になってます。さあ規範、規範は結構苦しい。ちゃんた系に思い切っていくかとかっていうところでしょうか。あでもそっか、前さんは難を持ってるんでちょっと難を仕掛けて、はい、よろしくお願いします。ここで、初対面のミンゴさんが来られまして、一緒にちょっと実況をしていただくことになりました。よろしくお願いします。なんか初対面なんでちょっとすごいびっくりしてますけど、前回来ていただいたんですかね。はい、あのリーグ戦というか、まあちょっと、はい、すいません、テンパってるんでちょっと後で話をします。すいません、よろしくお願いします。はい、一人でやるのが初めてで、なんはい、なんかすごいちょっとテンパってます。
リングさんこの後対局がありますかね。はい、よろしくお願いします。ちなみに麻雀結構あれですか、もう昔からっていうか。いえいえ、全然まだまだぎこちない感じです。そうなんですか、ね、最高。あ、次にそっか出られるの、僕も一応打つ予定ではあるんで。あ、そうなんですか。はい、一緒に対局の予定になります。なのでよろしくお願いします。はい、ちょっとその前になんかすごい大役っていうかなかなか一人で喋ることがないんですけど。そうですよ。はい、マスオさんからなんか親は連チャンしていないのか、テンポがいいですね。うん、確かに、うん、テンポがいい。そして連盟、お、リーチが入りました。あれ今誰だ、ね、リーチはどん、あ、ゼンさんからのリーチ、あ、じゃなかったですね、すいません、ゼンさん泣いてました。さあリーチは、姫さんからリーチですね。サブローピン待ち。お、あ、でも僕が言った通りやっぱ単品系にピンじゃないのか、ピンフはついてないけど単用にあってのリーチになりました。セイさんもハツ泣いてるのか。いそう。これでゼンさんがちょっと進みましたね。姫さんはサブローピン待ち、キハンはうーんちょっと苦しいんでなんとか振らないように。お、ここでセイさんがスッチーワン待ちになりましたね。さあどうなる。お、止まりました。いつもタイヤをドラダン、ドラダンってたかな。千二千、千二千分で点数計算とかは全然ないですか。もうやろうと思ったらすごい時間かかっちゃう、はい、ああ、いつもお世話になってしまって。僕もここに来るまであの不計算はしたことなかったんで、うん、はい、来てから覚えました。なんかめんどくさいですもんね。その細かいっていうか。瞬時に出てこない。そうですよね。なんか慣れたら結構すぐ出てくるようになるんですけど、うん、僕もでも未だによくなんか50歩とかが 出るともう間違いますね。うん、本当なんか前回、はい、これの配信を見てたんですけど、はい、結構なんか大きな間と。そうですね、なんか感じがしてたんですけど、はい、今日来たらなんかシーンってしてたんですか。ちょっと僕向こうの様子全然今日見てないんであれなんですけど、今日合ってるかなと緊張してきました。確かに緊張しますよね。あ、そうなんですね。なんか前回結構ワイワイね、なんか喋りながらやってたイメージだったんで。しかも僕は前回平日に確か金曜日とかにやってて、僕家にいたんで、あのコメントで結構なんか、あ、そうなんですか、はい、なんか賑やかししてたんですけどですね、今日はこっち側に来たんですけど。そうなんですね。そっか、そう。お、なんか姫さんがすごいですね。なんか大三元が狙いそうな。お、お、でも秋葉もちょっとこれは勝負行きたい。さあ、あ、うん、おー、ローワン引いて、ん、あ、チュンか、チュン泣きましたね。あー、いい三蔵引いた。これはドラが9ピンか。うんうん、ハツが欲しい。お、ヒット。あ、切れてんのかな。あー、1枚切れてるのか。判断がでも結構早かったですね。さあ、ここが、
お、リーチ過ぎた。あ、てかテンパイか。これはリーチ行きました。町は何でしょうか。何でしょう。リャンウピ町でした。リャンウピ町、はい、ここにリャンピンが3枚ありますね。これどうするか。基本これは上がりたい。あとカンさんいつも角が強いって、うん、そうですね。いや確かになんか僕もそんなイメージですね。なんかペンちゃんとかカンちゃんとかを平気でなんか軽い感じで角っていう人のイメージありますね。なんかそれ積もるとみたいなですね。あ、積もれるか。これ積もったら500銭の上がりかな。レンメルールって打たれたことありますか、皆さん。ないないですよ。これあの一発と裏もないんですよ。あ、積もった。積もった。なかったね。さあ、リャンピン積もって500銭の終わりですね。お、これでちょっとアキハンが回復して、しかも次が親番かな。次が親番ですね、うん、26,600点。あ、でもそんなにまだ他社とこう差が出てるわけではないので、うん、ですね。なんか、うん、4000オールとかこう大きな上がりが出てるとこのルールだとやっぱり赤もないし、うん、一発裏もないんでなかなか追いつくのが厳しいところがあるんですけど、うん、このぐらいの点数で親が残ってたら十分、うん、ですね。自分の親で頑張れば独走できる可能性がありますね。うわ、すごいスーピンヒット。この位置そうした。さあ、基本どうするか。ドラがローワンですね。おお、そうシンピン。うん、難しい。ピンカさん、これどうしますか。鎮圧いきます。なんか行きたくなりますね。確かにこんだけ揃ってると、うん、あ、でもここも姫さんも結構行きたいですよね。でも結構こういうのありがちっていうか、なんか麻雀あるある的な、なんか誰かがこの色染めてたら別の人がこっちの色染まってるみたいなですね。9ピン、うん、おー、すげー、引いてきた。さあ、おお、これはチート率に決めた方が早いまであるかもしれないですね。なんかメンツ手はなかなか難しそうかな。そうそう、うん、あんまり嬉しくない前さんか。あれさあ、今電気が消えるというちょっとアクシデントが選手秋半からですね。ちょっとリアルタイムではないんで。注目。おお、すごい、またイーソー引いた。すごい。で、これはスッチイーソーを引けばと、イーソーリャンゾー引けばテンパイだったかな。このルールで、あ、やっぱそうだ、イーソーリャンゾーかスッチイーソーですね。引けば面前の鎮圧12,000点。まあ、これでも泣いても漫画あるんで、泣いてでも行きたいですね、うん、姫さん。しかも姫さんは、あ、今トップ目なのか。あ、これはもう余裕で泣いていく選択になりそうですね。ゲンさんも700点差トップ目と頑張りたい。アキハンはなんとか連チャンして、あー、でもスチソーがハンコになってんだ。お、
泣きました。ああ、泣きましたね。落ちそうになりました。落ちそうだ。さあ、どうする？おお、削った。ジーピン、セイリさん難しい、これ。嘘、うん、強い強い。3ワン。まあでもみんなまだここ、あ、引きましたね。すごすごい、数数引きました。均一の2000、4000の上がりですね。すごい、これはかなり大量リードですね。さあ、これで秋班の親が終わりまして、最後セイさんの親でオーラスですね。セイさんの手牌は微妙、微妙ですね。微妙というか良くないですね。あー、でも G1 ちょっと嬉しい。三色とかちょっと狙いたいか。さあ、ゼンさんはなんかいけそうな感じ。ただ結構姫さんが今独走状態なんで、しかも手配がいい、なんかもうすぐ終わらせられそうな手配になってますね。さあ、でもセイさんもそっか、まだ3万点弱ぐらいなんで全然。あ、でもここが早そうですね。ドラが言いそう、言いそうは、あれ、ドラ全然誰も持ってないですよね。持ってないですね。あ、これ来た。あ、でも捨てた。早かったですね、今。早かったです。いらないのか。難しい。あ、でもすごいな。お、もう多分あれですね、姫さんは単ヤオで上がりに、泣いてでももう単ヤオで終わらせに行こうっていう感じなのかなっていう、今の選択見ると気がしますけどさ、どうするか。やっぱなんかそんな感じに見えますね。9番も落として、むしろここが一番欲しいですけどね、ほんと3色狙い。チーピン、おお、スーピン引いた。これはキャンちょっと見えない。ミンゴさんは右引きですか。あ、よかったです。僕左なんですけど、結構そうなんです。あ、監督になりましたね。そうですね、そうなんですよ。ただちょっとこの配信対局でなかなか左ってちょっとこう、なんて言うんでしょう、見えづらいというか、本当秋葉も左利きなんですよ。いつも左で打ってるんですけど、はい、この配信対局にちょっと合わせて右で今日は打って、はい、いただいてるって感じですね。姫さんがなんだこの老僧のすごい置き方してますね。さて、あれ、多分老僧ですかね。はい。お、すごいの引いた。ゼンさんがリチ。ピンだったですかね。そっか、ゼンさんはまあとりあえずもう2着狙いの位置かなって感じですね。ドラもないですし、まあ、2着十分の。さあ、セイさんは難しい、サブロピン待ちですね。姫さんはどうするか。姫さんはまあ触れないですもんね、とにかく。秋班は頑張りたいバス目なんで、3ピン、これは出ますね。ここは
品でセイさんの宝珠となりました。これで対局終了ですね。トップ目はさっき陳逸上がった、なんちゃの姫さんがトップ目となりました。2着が、前さん、3着がセイさん、4着が、秋葉という並びになりました。はい。